全然わかんない。濃尾庭園にそびえ立つ自然と歴史の宝庫、金華山に別れを告げ、ただいまより山を下ってまいります。この山は昔は稲葉山と呼ばれておりましたが、戦国時代織田信長はこれを金華山と統一しており、井の口を中国の文字に習い岐阜と改めたと言われております。今を去る500年前の戦国時代に国取物語などで有名な斎藤道三は京都から美濃へ乗り込み、美濃を制する者は天下を制すると豪語し、美濃の実権を握り理想的な国づくりをしたのです。また織田信長はここを天下統一の足場として楽市楽土などいろいろな政策を打ち出していき、その基礎を後の安土桃山時代の政策に用いたと言われております。ただいま下ってまいります岐阜公園は、その昔道三信長の館のあったところで四層建てのその御殿と立派なことは京都の金閣寺をしのぐほどであったとポルトガルの宣教師ルイス・フロイスの書簡に記されております。またこの公園は明治15年に開園され、園内には世界でも大変珍しい那和昆虫博物館とその研究所、同年この公園で暴漢に刺され、稲垣シスとも自由はしせずと名言を残した稲垣大輔の銅像がございます。玉手のすぐ左下に見えておりますのは信長館と発掘調査現場でございます。またこの公園付近には立斎橋の橋門と張り合わせた高さ 13.7 メートルの乾漆大仏や道三ゆかりの寺、城西地などがございます。まもなく三陸岐阜港へ到着でございます。重ねてのお越しを心よりお待ちいたしております。お出口は進行方向向かって左側となります。お降りの際は足元に十分お気をつけくださいませ。ありがとうございました。では進行方向を向かって左側の扉が開きます。扉近くのお客様、扉から少し離れてお待ちください。